2016年4月11日、韓国の自動車会社ヒュンダイ自動車が韓国人が入りたい会社の1位に選ばれた。これまで不動の1位を守ってきたサムスン電子は7年ぶりに1位の座を明け渡した。韓国聯合ニュースなどが伝えた。韓国のリクルート情報サイトは11日、韓国の大学生と求職者1497人を対象に調査した最も入社したい大企業の結果を発表した。これによるとヒュンダイ自動車は昨年の得票 6.3% から2倍以上となる 14.4% の票を獲得し、首位に。これまで7年間1位にあったサムスン電子は 14.1% と僅差で2位に陥落した。これについて韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せている。あれほどけなしても結局は入りたいんだね。これが現実。裏では悪口を言ってても面接ではヒュンダイは幼い頃から憧れていた会社ですとか言うんだろう。ヒュンダイはサムスンに比べたら労組が強力だからな。ヒュンダイ自動車は労組がやたらとストライキして給料を上げさせるけど、サムスンでストライキなんかしたら辞めさせられるだけじゃないのか。韓国の二面性がよくわかる。そりゃあ現代自動車に入れてくれるとなったら断る人はいないはず。サムスンの勤続年数は平均10年、ヒュンダイは20年を超えてるから当然ヒュンダイに行きたいんだろう。結局みんなお金か。